皆様、この度グルメ部長総選挙に立候補させていただきました篠山隆盛でございます。私がグルメ部長に選ばれた暁にはですね、ぜひキッチンカーを対戦相手のご当地名物で、対戦相手のご当地名物を食べ尽くそうというですね、そういった公約を掲げさせていただきたいと思います。ぜひ私に清き一票をよろしくお願いいたします。10月20、21日はサンダース総選挙、22日は川崎市長選挙、みんなで投票に行こう。